こういった感じにしておくかな。はい、到着しました。はい、こちらがね、新東村にある、まあ、関谷塚、まあ1号ドックなのかな。かなり大きな風切り音が入っています。まあ、形状的にはね、まあ、円墳ですね。まあ、墳丘、墳頂部にはね、まあ、このような石宮、まあ、石のね、祠がございます。ここで回ってみようかな。白梅ですね。こういったね、これ本当にあれですよね。まあ古墳だと思ってみないと、もしかしたら古墳に思えないかもしれませんね。ああ、ここにもここにも生えてますね。この石宮の記念名わかるかな。はい、関谷塚古墳群。こちら入れるかな。まあこちら、まあ微妙というか、なんていうか、まあ正面に見える土盛り、はあ、こういう感じなんだね。はい、墓石の横にね、まあこのような、ほほー、すーごい、まあいっぱい入ってますね。まあこちらがね、穴薬師古墳ね、お薬師様。まあ見てわかるようにね、まあ胸元にですね、まあ、薬つぼ。まあ、薬庫をね、まあ、持っています。お薬師様がいっぱい、まあ、石室内にいらっしゃいます。こういった感じの古墳なんだね。もしかしたらね、まあ、日本で一番、まあ、小さい古墳かもしれませんね。すごっ。
まあどうせなら一回りしますか。こちらがね、花薬師古墳でした。